岡崎市の藤田医科大学岡崎医療センターは今月1日に開院する予定でしたが、感染者らが退所した後に消毒作業などを行ったため開院を7日に延期しました。今日の開院式は感染拡大防止のため招待客を減らし内容を簡略化しました。開院が約1週間ほど遅れてしまいましたことを改めてお詫び申し上げます。一番私たちが喜んでいますのは、職員が誰もそれで感染しなかった患者中心主義の優しさの医療を理解した多くの職員をここに配置するつもりです。センターでは2月中旬から感染者らを受け入れ、先月上旬までに128人全員が退所しました。